こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画では皆さんも楽しみにしていたかなと思うんですが、ユナイテッドアローズグリーンレーベルリラクシングさんと僕がですね、コラボレーションした初夏から夏にかけて大活躍するお洋服をですね、5点皆さんにですね、ご紹介をしてみたいなというふうに思っています。以前からですね、ちょこちょことこちらの動画の中でもお話をしていましたが、去年のですね、冬頃からグリーンレーベルさんと一緒に服作りをしていたわけなんですね。これは僕にとってもすごく良い経験で、このような形でグリーンレーベルさんはこだわりを持って商品を作ってるんだなというのをですね、実感をさせていただきましたし、すごい楽しかったんですね。後で実物を見てみながら細かくお伝えしたいなと思うんですが、色もですね、かなりこだわりを持って細かく調整をしながら作り上げていますし、素材使いだとか、あとはシルエットの調整だとか、そういったところも含めてかなりですね、完成度が高いものが仕上がっているので、皆さんぜひですね、楽しみにしていただければなと思っています。まず最初に今回のコンセプトについて軽く触れておきたいなと思ってるんですが、デザインは割とベーシックで使いやすいんですけども、その中に程よくトレンドをミックスしたようなスタイルになってまして、その中でも色使いですね、ここがすごくポイントになってまして、特に初夏から夏にかけて1枚で着ても様になるようなすごく綺麗な色使いだとか素材使いを意識してますので、ぜひ皆さんにもですねトライをしていただければなというふうに思っています。まあ、今回はですね伝えたいことがいっぱいあるので、冒頭はこのあたりにして早速内容に行ってみたいと思います。それでは早速行ってみましょう。はい、ということで早速一つ目のアイテムから皆さんにご紹介したいなと思ってるんですが、今僕が着ているこちらはですね、コットンシルクの半袖シャツになりますね。これはかなり仕上がりが良くて、僕自身ですね、初夏から夏にかけてもうガンガンに着たいなというふうに思っています。今回のコラボレーションの中でもこちらはですね、デザインと色、それぞれですね、僕自身のこだわりを詰め込んで作ったアイテムなんですね。非常にバランスが良くて僕自身も大満足なんですが、まずはですね、夏場はこういった半袖シャツ1枚あるとすごく便利かなと思うんですね。シャツの持つ襟付きの小綺麗さをですね、活かしながらも半袖なのでちゃんと涼しさというところは確保できるので、そういった点でもですね、半袖シャツやっぱりあると便利かなと思うんですね。ただ従来の半袖シャツとは違って、最近はですね、少しゆったりめのシルエットのものがですね、トレンドになってるんですが、そのあたりもしっかりと落とし込んだのが、こちらの半袖シャツになっています。肩のラインも見ていただくと、ちょっと落ちていますし、身幅もですね、ゆったりめに仕上がってるんですね。ちなみに僕は身長164センチ53キロと小柄なんですが、こちらは S サイズをですね、実際に着用しています。最初から程よいゆとり感がですね、ちゃんと設計されているので、皆さんのいつも着てるサイズを選んでもらって間違いがないかなと思うんですね。まあ、シルエットはボックス型で適度なゆとりがあるんですが、決して大きすぎることはないので、このあたりのバランスは最高ですね。あとはデザインのディティールなんですが、個人的に一番気に入ってるのは、この両胸についたポケットですね。フラップ付きのポケットなんですが、これがあることで何もないプレーンなものよりはデザインのアクセントになってるんですね。ですので、ちょっとしたアウター感覚でも着れるというところが非常に良いポイントかなというふうに思っています。襟型もですね、コンパクトなレギュラーカラーで、このようなものだとボタンをですね、全部閉めてもらって小綺麗に着ることもできますし、あとは先ほどのように第1ボタン、第2ボタンを開けて中に着ているですね、白 T を見せてあげるのもいいと思うんですね。まあ、先ほどまで着ていたこちらのですね、プリント T シャツ、少しだけ柄も覗くかなと思うんですが、こういった形で着てあげるのは、個人的にはですね、大人の男性にはすごくバランスがいいのかなというふうに思っています。また、それだけではなくて、全部開けちゃうのもありですね。内側に着てるのは、これまたですね、グリーンレベルさんでめちゃくちゃ人気で、もうほとんど在庫はないかなと思うんですが、白地にですね、プリントの入ったもので、こういったですね、アクセントを内側に添えてあげるのもすごくバランスがいいかなと思うので、もう本当にこういった形で T シャツの上にさらりと着てしまうのもありなのかなというふうに思っています。この1枚があれば様々な着こなしができるので、そのあたりもですね、見逃せないポイントですね。で、見逃せないのは色と素材感ですよね。まずは素材からお伝えしたいなと思うんですが、コットンシルクということで、非常にですね、質感がいいんですよね。よく見ていただくと、生地にですね、ちょっとした光沢感があって、上品な雰囲気が漂うんですね。
そして最初から少し凹凸感があってですね、夏場にラフに来てもシワとかも特に気にならないですし、適度なシワであったら味わいに移るので、この素材感すごくいいかなと思います。あとは色ですね。今回着ているこちらはライトブルーなんですが、以前ご紹介させていただいた長袖のシャツ、皆さんも覚えてるかなと思うんですが、あれもめちゃくちゃ人気で在庫切れが起きてしまったものなんですが、そちらと同じものを使ってるんですね。この色味がね、すごく清涼感があって夏にぴったりなんですね。この色だったら自分自身ももちろんテンションが上がるんですが、第三者、特に女性から見た時に印象がいいような、すごく清涼感があって爽やかなカラーなのかなというふうに思っています。一着あれば様々な着方ができて、なおかつ印象がいいこのシャツはめちゃくちゃおすすめなんですが、ちょっとここでですね、皆さんを迷わせてしまうんですけども、こちらの形もう一色あるんですね。それがこちらのブラウン系のカラーなんですね。これはですね、ブルーに比べるとちょっとですね、クロート向けのアイテムなんですが、着てみるとめちゃくちゃいいんですよ。なので次はこちらに着替えながら魅力をですね、存分にお伝えしてみたいと思います。はい、ということで実際に着てみました。どうでしょうか。ブラウンもなかなかいい色ですね。個人的にはブラウンに関しては単体で見るよりも実際に着てみた方がより良さが伝わりやすいかなと思うんですね。ブルー系というのはやはりですね、夏らしい清涼感があるんですが、ブラウンというのは深みがあって大人っぽさというところが表現できるので、これまた素敵だなと思うんですね。そしてこのブラウンというのは従来のやぼったい感じのブラウンではなくて、色にですね、混じり気があるのと表面に光沢感があるので、すごく上品に見えるんですね。このあたりが僕はブラウンの中でも色選びが本当に絶妙で、すごく良い仕上がりになったかなというふうに思っています。で、このブラウンのシャツを合わせるときには内側にはですね、先ほどと同じ T シャツではあるんですが、もう前は開けてしまって、白をですね、多めに見せてもらうことでより夏らしい爽やかさも足せるので、こういったブラウンというですね、夏っぽいカラーではないものもあえてコーディネートで少しですね、爽やかさを取り入れることで存分に使えるのかなというふうに思っています。まあ実際にですね、2つを着てしまうと本当に悩みどころで、どちらを選ぶべきかなというところで、皆さんもきっとですね、大いに悩んでるかなと思うんですが、清涼感があって爽やかに見せたいのであれば断然ブルーがおすすめですし、あとはですね、おしゃれ中級者の方だとか、人との違いを見せながらトレンド感をうまくミックスさせたいのであればブラウンがいいんじゃないかなと思いますね。もう中には2色買う方もいるぐらいですね、すごく人気なシャツなので、ぜひ皆さんもチェックをしていただければなと思っています。はい、続いて3点目のアイテムなんですが、僕が今着ているギザコットンシルクハニカムポロシャツなんですね。これもなかなか仕上がりが良かったので、皆さんにご紹介したいなと思ってるんですが、今回ですね、いろんなものを作ったんですが、その中でも個人的に一番チャレンジングだったのが、このポロシャツなんですね。というのも、ポロシャツってメンズファッションにおいてはですね、定番的な位置づけではあるんですが、失敗するとちょっとおじさんっぽく見えるという問題点があるんですね。ですので、どのように作ろうかすごく迷ったんですが、今回のポロシャツに関しましては、今のトレンド感をですね、しっかりと抑えたような作りになっていまして、これだったらですね、自信を持って皆さんにご紹介ができるのかなというふうに思っています。まずベースのデザインを見ていただきたいんですが、最近トレンド感のあるポロシャツというのはですね、タイトなものではなくて、少し緩めのサイジングのものが多くなってきてるんですね。こちらもまさにですね、ちょっとゆったりめになっていまして、まずは袖の長さを見ていただきたいんですが、タイトな従来のポロシャツだと、袖の長さもですね、このあたり、結構二の腕が見えてしまったりだとか、かなりフィット感が強かったりするんですが、こちらはですね、袖丈ちょっと長めになっていまして、幅もですね、少しだけ広めにとってあるんですね。あとは身幅もですね、ゆとりがあって、このあたりもですね、タイトすぎずにビジネス感のあるようなポロシャツではなくて、今のトレンド感をちゃんと抑えているようなデザインになっているかなと思っていますね。そして表面の質感も見ていただきたいんですが、ハニカム調になっていまして、表面に凹凸があるんですね。そのおかげでシンプルなポロシャツではあるんですが、表面の質感にややアクセントを感じられるので、このあたりもですね、退屈に見えないので、すごくバランスがいいんじゃないのかなと思っています。そして何と言ってもこだわったのは色味なんですね。ポロシャツの中でベーシックなものというと、白だとかグレーだとか、あとはブラック、ネイビーだとか、そのあたりかなと思うんですが、そういったものではなくて、夏に1枚で着ても、ちゃんとですね、華やかさが出るような色にしたかったんですね。そこで選んだのがこのロイヤルブルーなんですね。
この色味がね、めちゃくちゃいいです。かなりこだわりを持って選んだわけなんですが、ネイビーに比べるとぐっと明るくすることで華やかさもありますよね。その一方でブラックだとかグレーだとか、そういった僕が普段お伝えしているようなボトムスにも非常に相性がいいので、この色はですね、大人の男性が気軽に取り入れやすいような差し色かなと思っています。華やかさはあるんだけども、清涼感があって爽やかさもあるような絶妙な色合いになっているので、この仕上がりはめちゃくちゃ良かったなと思っています。着方なんですが、個人的には1枚で着るよりも内側にですね、白 T を着ていただいて、襟元から少し覗かせてあげたいだとか、裾の部分からもですね、少し見えるとレイヤードを楽しめるので、こういった着こなしがすごくハマりがいいかなと思うので、ぜひ皆さんもトライをしていただければなと思っています。ボトムスに関しては僕の中でもよくお伝えさせていただいているこういったブラック系のパンツですね、今回はグリーンレベルさんの大人気アイテムであるオルマイージーパンツですね、これを履いていますが、こういったブラック系だとか、この後ご紹介するあるパンツ、それも相性がいいので、ぜひですね、濃いめのボトムスと合わせることで大人っぽく上品に合わせてもらうと、すごくこのブルーのポロシャツハマりがいいかなと思うので、ぜひ皆さんトライをしていただければなと思っています。はい、続いて4点目なんですが、僕が今履いているストレッチサッカーイージーパンツですね、これも完成度がめちゃくちゃ高いので、ぜひ皆さんにご紹介ができればなというふうに思っています。僕はですね、結構動画の中でもブラック系のボトムスをご紹介することが多いんですが、今回はですね、ちょっと違ったものを作りたいなということで、まずはですね、素材感にこだわったわけですね。こちらサッカー地になっていまして、表面に凹凸感があって、まさに初夏から夏にかけて抜群に相性がいいような素材使いになってるんですね。肌にも張り付きにくいですし、この独特のシワ感というのがリラックス感があってすごくいいなと思いますね。まあ、おしゃれを楽しむ上で季節感ってものすごく重要なので、そのあたりもぜひ皆さんにはですね、堪能していただきたいなと思っています。あとは基本のデザインに関してなんですが、テーパード型のボトムツになってまして、もも周りには適度なゆとりはありますが、そんなに大きめではないんですね。そして膝から下にかけてはテーパードがかかっているので、さらに足長効果があって、このようなシルエットがもうなんだかんだで大人の男性には鉄板だと思うんですね。スタイルもよく見えますし、上品な雰囲気もなるので、シルエットもすごく使いやすいです。そしてストレッチですね。ここがガンガンに効いてるので、ものすごく快適なんですね。特に夏場は暑いので、動きづらかったりすると一気に履く気がなくなってしまうんですが、そのあたりもしっかりと考慮されているので、かなり履き心地もいいですね。そして腰にはですね、こういったゴムがありまして、イージー仕様になってるんですね。なので、サイズもですね、しっかりとウエストに合わせて調整ができるので、そのあたりも楽です。腰にもゴムもちゃんと入ってるので、このあたりの着脱のしやすさもですね、見逃せないポイントかなと思っています。そして、色合いですね。ここがめちゃくちゃこだわったんですが、ダークグレーにしてあるんですね。遠目で見るとダークグレーの単色に見えますが、少し動きが感じられるかなと思うんですね。というのもこちらは、ちょっと近くで見ていただきたいんですが、ダークグレーとブラックの2色で構成をされていまして、ストライプ調になってるんですね。そのおかげで足長効果もありますし、ペタッとしたような色合いではなくて、動きがあるような仕上がりになってるんですね。しかも素材がサッカー調ということで、すごくこだわりのあるような一本に仕上がっています。遠目で見ると単色なんだけども、近くで見ると凹凸感があり、なおかつストライプというところで、かなり凝った仕上がりになってるので、ぜひ皆さんにもですね、トライをしていただきたいなというふうに思ってます。まあ、こういったグレー系のパンツって合わせがしやすくて、上にはですね、もちろん先ほどご紹介したようなブルー系の半袖シャツ、ブラウン系のシャツなんかにも合いますし、あとはブルーのポロシャツにもめちゃくちゃ相性がいいので、今回ご紹介したアイテムだけで十分に着こなしは完成するんですね。あとは今僕が着てるようなちょっとグリーン系の T シャツなんかにも相性がいいので、1本あと様々な着こなしが実現ができるんですね。まあ、靴に関してもですね、こういった白のジャーマントレーナーなんかでも相性がいいですし、もうちょっと季節が進みましたら、サンダルなんかにも相性がいいので、ぜひですね、様々なスタイルにですね、合わせながら存分に楽しんでいただければなと思っています。はい、続いてラスト5点目はですね、今着ているギザコットンクルーネック T シャツですね。これはですね、先日の動画の中でも皆さんにご紹介させていただいたんですが、すでにめちゃくちゃ売れてるみたいですね。まあ、僕もですね、日常で着てるんですが、すごく使い勝手がいいです。まずはですね、T シャツ自体のデザインはすごくですね、ベーシックで使いやすいんですね。単体でも様になるように、少しサイズ感はゆとりがありまして、
袖の長さ、このあたりもですね、結構 0.5 センチ単位で調整をしてですね、かなりこだわったんですが、長いんだけども長すぎない、だらしなく見えないようなバランスになってまして、着丈もそこまで長すぎない。だけど身幅には適度なゆとりがあるというところで、このベースとなるデザイン非常にバランスがいいかなと思います。一枚で着ても様になりますし、あとはこの上にカーディガンなんかを着てもすごくですね、バランスよく収まるような、そんな一枚に仕上がってるんですね。そして何と言っても色合いですね。ここがめちゃくちゃいいんですね。この T シャツの色味はですね、同じグリーン系の中でも本当に様々な色を見比べながら最終的に決定したぐらいですね、こだわっているんですが、僕の大好きなダークグリーンですね。このダークグリーンというのは僕が大好きな色味なんですが、差し色的に使えるんだけども、ブラックだとかグレーだとか、そういったボトムスにも非常に相性がいいですし、あとは今年らしいですね、ホワイトのパンツなんかにもすごくハマりがいいので、すごく華やかなんだけども、コーディネートがしやすいような差し色なので、すごくバランスのいい色に仕上がったのかなというふうに思っています。1枚で着ても本当に主役になりますよね。T シャツというとどうしてもカジュアルな印象があったりだとか退屈に見えがちだというところがあるんですが、これだったら本当に1枚でもですね様になりやすいので、ぜひ大人の方にこそですねトライをしていただきたいようなカラーかなと思っています。あとは機能的にもすごく優れていまして、清菌効果があったりだとか、あとは洗濯をして乾かした時の匂いというのもですね、抑える効果もあったりだとか、非常にそういった使い勝手の点もいいんですね。ですので見た目ですとか色合いの良さだけではなくて、機能的な部分も含めて大人の男性にはですね、気軽に使いやすいような T シャツかなというふうに思っています。まあ、サイズに関しては、これは適正サイズを選んでもらって、間違いがないかなと思ってまして、僕も S サイズを着てるんですが、もう少しトレンド感を出したいなという方はですね、ワンサイズあえて上げてみるのもいいかなと思うので、そのあたりはですね、試着をしながらぜひ皆さんもですね、検討していただければなと思っています。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回の動画では、グリーンレーベルさんと一緒にですね、商品開発をした5点のアイテムを皆さんにですね、全力で解説をさせていただきました。いや、結構ですね、迷うと思うんですね。トップスだけでも1、2、3、4点あって、その中でも半袖シャツですね、色違いっていうのがすごくですね、選択が難しいところだなと思いますし、ポロシャツにしようか、もしくは T シャツにしようか、そこも悩んでる方も多いんじゃないかなと思いますね。まあ、ボトムスはですね、これ一択なので、持っておいて間違いがないかなと思いますし、ぜひ皆さんにはですね、どれが欲しいだとか、これを買っただとか、これとこれで迷ってるだとか、そういったところをですね、コメント欄でどしどしと書き込んでいただければなと思っています。僕自身もですね、早速ですね、これらのアイテムを楽しみながら、初夏から真夏にかけた着こなしを、存分に楽しみたいなというふうに思っています。今回ご紹介した商品に関しましては、こちらの動画の下の概要欄にそれぞれリンクを貼っておきますので、そちらからチェックをしていただければなと思っています。また店頭に訪れて実際に試着をしながら、店員さんと相談をしていろいろ決めてみるのもいいかなと思うので、ぜひお店でもチェックをしていただければなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。